構昔の服屋さんだって。じゃあその建物は喫茶店だって。うん、これが駅前の繁華街ってやつだ。あこれが、これもう読めないね。うん、通行止めのつもりなのかな。うん、もう設置されてから何年経ってるんだ。ただ子いるかな。これもなんだろうね。竹の草ってやつ食べてみたら。なんかついた？ついてないよ。もうじゃない。うん。でも食べてる人見たことあるよ。これ食えるのか。絶対だ。ゲロにしか見えない。壊れそうで怖いよな。昔の田んぼだね。うん、今も誰も使ってない。潜った。あの滝の水が溢れてるんだね。いきなりこれかよ。よいしょ。ふーちゃん大丈夫？ふーちゃん大丈夫？ふーちゃん疲れた？ふーちゃんもう疲れた？疲れた。まだ若いのに。これ20年前はアスファルトだったんだけどな、全部。人間は通ってないのかもな。うん、これが夏場はもう絶対通れないじゃん。ここを抜ければ人が通ってんのかな。よいしょ。やだ。いや、でも多分ここを抜ければあとは楽だよ多分。大丈夫か、ふーちゃん。やけくそ。やけくそ。もうめんどくさい。強くてやりだから。まあもう虫はいないし、ほら広くなった、うん、帰りは別の道があるといいんだけどな。不法投棄か。
うんこと栗すごいね。ほら栗松がこんないっぱいだよ。一体何十年前使えた道だろうね、うん、これ道だね。ここを登ると、富山城っていうお城だよ。霧が出てきたね。この下は昔はね、畑や家があったんだよ、うん、もう木がこんなに生えてるけどね。墓かな、なんか目印かな。なんかあるぞ、赤いものが。布団？赤い布団が捨ててある、不法投棄か。墓があるね。こんな山奥に。通行止めっていうか、看板めっちゃ傾いてるし。長靴な、歩いていいよな。使わなくなったか、敷いたのか。落ちるなよ、その木。割れるかもしれないから。昔の村だね。もう使ってない畑だね。
うん、あの世みたいな景色だな。うん、ここに来ることはもう一生ないかもな。結構年取ってそうだな、うん、めっちゃ眠そう。動かないね、ほとんど、うん、走ってったよ。さすがに動くと思うよ。もうそれでも動かないという可能性もあるよ。ここも廃墟だな。うん、これが駅前の景色だからね。